死を覚悟しながらも父親が助けに来るのを待つ自分がいた。俺はずっと父親を探してたんだ。マーガス！通りに倒れ9ミリの重心を見つめた時、死を覚悟しながらも父親が助けに来るのを待つ自分がいた。俺はずっと父親を探してたんだ。マーガス！俺には人生をかけて探し出したものがある。これが俺のおふくろ。幸せだった日々。ただし父親候補は無数にいた。みんなおふくろと寝てたから。だが確かなのは、親父は白人じゃない。それに警官もありえない。黒白ともにだ。祖母の家で世話になることが多かったが、大家族で俺以外に食わせなきゃならない人間が8人もいた。どうすりゃ撃つんだ？ボタン押した？知らない。さあ、こんにちは。マーカス来たか。じいちゃん、はい、元気？なあ、これどうやったら撃つんだ？フットボールみたいの。ああ、そうだ。はい、はい。すごい、天才だな。1時間頼める？答えは分かってるだろう。ありがとう。いらないよ。でもやめて、孫預かるのにお金なんて。お前いつまでこんなこと続ける気？それじゃ、また後で。こいつはデュース。マーカスを頼んだわよ。任せろ。一番年上の意地悪なおじき。よう、元気か？どうしたの？今日は土曜だよ。あんたのスニーカーのために働かないと。売れて、ほら、もっと。ああ、ベイビー、愛してるわ。僕もだよ。もう行くわね。分かった。